お風呂、それは温かいお湯に浸かり、心も体も癒される、とても神聖な場所。お風呂に浸かることにより、明日からも頑張ろうという気持ちになれる。言うなれば現代社会人においてのユートピアである。仕事終わりのお風呂のために生きてると言っても過言ではない。ユニットバスはクソだ。風呂の中で検索してはいけないかぞー。なぜそんなことをするかって、風呂に入りたいからだよ。おい、呼びたい。野球しようぜ。ジャイアンです。昨日夜俺風呂入ってないんすよ。なんで今から風呂入りたいんですけど、ただ風呂に入るだけじゃ時間がもったいない。私はやることがたくさんあるんですよ。ポケモンだったりでも撮影もしなきゃいけないし、だけど風呂に入ってスッキリしたいし、じゃあどうすればいいんだ、風呂で動画を撮ればいいんだという結論に至りまして、今回はお風呂の中で検索してはいけない画像を調べていきたいと思います。冒頭でも言った通り、お風呂っていうのはとても神聖な場所なんですよね。温かいお湯に浸かることにより少しでも体を癒せる場所なんですよ。そんなお風呂で検索してはいけない画像を調べるなんて本当にね、世が世なら極刑ですよ。ということですよ。それでは行きましょう。レッツジャイアンボーイ。呼んだ？呼んでないよ。ということでお湯が溜まるのを待ちたい。3、2、1、ヨー！サンディエゴ。オーケー！ということで、早速お風呂の中で検索してはいけない画像を調べていきたいと思います。まずは、あなたが妊娠しました、こちらのワード調べていきます。あなたが妊娠しました、あ、やばい、レペゼンおみくじ、去年レペゼンおみくじやってたのがバレてしまう。あなたが妊娠しました、はい、こちら。うえ、キモ、気持ち悪い。シンプルに気持ち悪いな。なんこれ、赤ちゃんの胴体に顔がついてますね。きっしょい、こら、なんでこんなもん作るの。気持ち悪いな、ほんとに。よくないっすよ。まあ、一発目としてはちょうどいい感じだったと思います。続いてこちら。エロ、エヴァ、汚ぇ、スカトロやん、早飲みと、アスカがスカトロまみれ、シンプルに汚い。やめようぜ。続いて、おきゅうり夫人。おきゅうり夫人。なんか教育テレビで出てきそうっすね。おきゅうり夫人。うん、キモ、おきゅうり夫人。キモい。目にキュウリをつけてるね、ご夫人。何が楽しくてこんなことしよう。何が楽しいな、こんなんして。花並み綺麗やね。羨ましい、ほんとに。サザエさん一歩手前みたいな髪型しよう。おらよ、総合すれ。俺はちょっと怖そうな気がする。ていうか、危険度4って書いてあったから、結構期待してます。さあ、一体どんな画像が出てくるのか、どうぞ。で、読み上げてください。あー、見たくない。ていうか、見れない。もう、やだ。でお風呂でこんなことすんの。シンプルなグロ画像だったんですけど。いや、なんかな。ああ、もうやだ。やっぱ普通に見るのと風呂場で見るの、マジで全然違う気がしますわ。なんか余計気持ち悪くなりそうな気がする。一生少女時代の G を歌ってた。君の顔。やばんちんちゃんちっちゃ本当は、ノー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 。やっぱめっちゃめっちゃ気になる。おう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 。ほら、ジョー。おう！何？わお！ファイヤー！なんかすごいね。不気味って感じですね。不気味ですね。なんなんでしょうね。いや、これはね、言い訳みたいになっちゃうんですけど、多分お風呂入ってるから、コメントが弱え。全然いいコメント思いつきまへんわ。さっきから俺のコメントがね、ずっと弱いんですよ。風呂場失敗した可能性高いです。熊がいる柵、熊がいる柵。これはやばいですよ。ここでなんとかいい感じのリアクションコメントができればいいんですけど、頼んだぜ。ギャー！いや、いい感じもクソもねえわ。最低だ。熊がいる柵の中に飛び込んだ男性が襲われているっていう記事の画像ですね。なんでそんなことするんさ。熊がいる柵に飛び込んだら襲われるに決まっとろ。いや、なんか、終わろうか。3、2、1、ヨー！股関節。OK！ ということで、お風呂で検索してはいけない画像でした。うん、風呂でやる必要性は全く持ってなかったです。新たなる化学反応生まれるかなと思ったんですけど、何も生まれませんでした。なんこんなスッキリする場でちょっとまた新しいストレスを増やさんばあかんの。ということで、この動画が弱いと思った方は、高評価、チャンネル登録、コメントお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。See you next time! Bye!Pomeranian.
言せ首切り同時悪いことすりゃそなたの尿道ちょん切るぞ。ねえ、この噂知ってる？ある言葉を口に出して言うと死んでしまうっていう呪いの言葉があるんだって。何それ、変な噂。その言葉っていうのがね、本当に人が死んでるんだよ。分かってる。それでも俺はこの事件の真相を追わないといけないんだ。いやお前さんたち知っているかね。そうか、この事件はあいつから始まったのか。お前らみんな殺されろ。じゃあ私の子宮は4つあるってこと。パワーってなーに。いややめろ言うな。呪言、死の言葉。前売り券を買うとバナナがもらえる。アタゴ外せばシャグの味。紙で巻いた。この村には昔からとある言い伝えがある。タバコを祀らないと祟られる。隣の家のサッチャッチのライター行方不明なんだって。やり隠しじゃ。誰かが奉納してたタバコを盗んだ。タバコを吸った人が原因不明の肺がんで死んでるんだよ。タール1ミリのやつに人権なんてねえんだよ。ユージ、それアイコスじゃなくてグローよ。これが平安時代のタバコ。また値上げかよ。この村は昔謎の山火事が多発していた。喫煙者なんかみんな死んじまえ。私今禁煙中なの。ククデューレン、ククデューレン。だから子供をバラして紙で巻いて祀ったんじゃ。20年前、子宮が4つある女が不審死。マイルドセブンはもうメディウスなんだよ。あの時俺が吸ったのは砂鉄。いわゆる人柱、人ジョイントを作ったんじゃ。もう私嫌。大丈夫、俺がお前の分まで吸うから。誰かがタバコになればこの呪いは終わる。タカタカタイガタガタ抜かすな。タール600ミリ。この村からは誰も逃れられねえ。あなたを愛してる。矢には吸っても吸われるな。もう吸わないで。俺がこの呪いを終わらせる。気がつかねえ。まさかアメスピか。これは薬剤じゃ。矢にかすだって一生懸命生きているんだ。矢にかすなめんなよ。闇神様。